24日に行われた横浜戦のポイントまとめていきたいと思います。このチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手紹介、観戦ライブ配信を随時行っていますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。まずは24日の試合結果です。この試合10回の裏、カープが2点取って見事5対4でサヨナラ逆転勝ちしています。いい試合でした。得点振り返りますと、3回太田選手のツーランホームランで先制されますが、4回の裏西川選手のライトへのソロホームランで1点返すと、まあ、6回の表にも得点されましたが、その裏坂倉選手のライトへのタイムリーヒット、さらにこの日スタメンの田中選手のライトへの同点犠牲フライで追いつきます。で、試合は延長に入りまして、10回牧選手に堀江投手がホームランを打たれてしまったんですけど、その裏坂倉選手のセンターへの同点タイムリー、そして小園選手のセンターへのサヨナラ犠牲フライで見事なサヨナラ逆転勝ち勝利しました。いやー、カープファンにとってはね、非常にいい気持ちに試合でした。明日もね、いい気分で過ごせるんじゃないかなと思います。ターニングポイントですが、10回の裏マクブルーム選手のフォアボールというところにしてました。こちらね、10回の裏、抑えの三島投手が出てきて、先頭の西川選手ストレートのフォアボールになったんですけど、でマクブルーム選手、そこでねちょっと3球で追い込まれてしまいました。で、まあ、ここはカープとしては何としても繋いでほしいという場面で、追い込まれてから、低めの落ちるフォークとか外に逃げるスライダーを、投げてきて、非常にいい球だったんですけど、それをねしっかり見逃していました。あれはね、助っ人外国人だと結構振ってしまうような球で、鋭く曲がる変化球だったので、まあ、それをねしっかり見逃してフォアボール選んだっていうのが非常にいい働きだったと思います。で、ノーアウトからチャンスを拡大することができたので、まあこういうね、サヨナラ、この選手のサヨナラ犠牲フライにもつながったと思うので、まあこのマクブルーム選手の打席がターニングポイントかなと思いました。ではポイントまとめです。まあ今日の見出しはこちらでしょう。不振で苦しむ小園選手のサヨナラ犠牲フライということで、いや、よく打ってくれましたね。やっぱり自身がね一番打撃の状態が悪いのも分かってると思うんですけど、最後初球から行ってセンターね、あわや頭超えるんじゃないかというね、犠牲フライには十分のフライ放ってくれました。いい仕事でした。あそこでね、犠牲フライを打つのもなかなか難しいんですけど、しかもね、よく初球から行きましたね。あそこで小園選手の積極性生きたと思います。ナイスバッティングでした。で、この3連戦から8番に、打順を落としてます。まあ、8番になったことで10打数3安打3打点というふうに、まあ、よく打てているんじゃないかなと、状態も上がってきてるんじゃないかなと思います。で、今日もね、凡退した打席でもボール球見逃せていたと思います。あの3番の時はね、もう何でもかんでも振るみたいな感じだったんですけど、今日はもう、インローのスライダーとかも見送っていて、で、まあ、いい形で、打席入れていたかなと思うので、まあ、ちょっとね、来週からまた調子上げてくるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、ちょっとやっぱり打順変えるのもね、酷ではあるので、まあ、ショートっていうポジションはね、それだけで責任重いので、まあ、3番っていうポジションではなくて、まあ、今の8番とか6番、7番あたり、打たせてあげるっていうのがいいんじゃないですかね。まあ、本当にね、今日、さよならで犠牲フライ出てよかったと思います。ヒーローインタビューもよかったです。来週からも頑張ってほしいと思います。続いて田中選手、スタメン起用に応える同点犠牲フライということで、まあ、こちらもね、素晴らしい犠牲フライですね。はい、あそこもね、何としても同点に追いつきたいという場面で、でももう注文通り、犠牲フライを打ってくれました。やっぱりね、あそこはね、中堅選手ならではの仕事かなと思います。まあ、ちょっとね、前の打者の末金選手が三振ということで、まあ、ワンアウト1、3塁になってしまって、まあ、ここでちょっと点取れないと、厳しいかなというところでのね、ライトへの犠牲フライだったのでね、非常にいい役割でした。で、今日ね、スタメンの田中選手、その他にもね、2つの、まあ、フォアボールとデッドボール、まあ、1つずつのフォアボールとデッドボールがあって、で、まあ、1打点ということで、まあ、こういうね、ヒットはないんですけど、渋いらしい働きしてくれて、アピール、してくれてると思います。なのでね、また、まあ、こういった坂倉選手がキャッチャーやるっていうことになると、サード田中選手っていうスタメン試合増えると思いますし、まあ、まだまだ衰えるには早いのでね、ショートもね、小園選手の争って、まあ、結果を出した方がスタメンというふうな、競争してくれたら面白いと思います。本当に今日いい働きしてくれました。そして西川選手、豪快なホームランを含む3安打ということで、今日3番の西川選手ね、本当に大当たりでした。まあ、1打席目センター前ヒットで、2打席目ですね、インコース難しい球だったですよ。難しい球、腕を畳んで打ってライトスタンド中段へという豪快なホームランでした。あれはね、もう西川選手ならではの一発でしたね。素晴らしいバッティングでした。で、その後も、まあ、6回もね、まあ、セカンドゴロなんですけど、牧選手のエラーで出塁したり、で、10回も、サヨナラのランナー、サヨナラの場面で、まあ、先頭でフォアボールで出るというね、いい働きしてくれてると思います。本当にね、打撃の調子、今年良さそうなので、このまま好調キープしてほしいなと思います。続いて坂倉選手、欲しいところで2本のタイムリーヒットというところで、本当に素晴らしいですね。5番打者としていい働きしてくれてます。まあ、まずは6回にね、1点差に詰め寄るタイムリーヒットを放ってくれました。そして、サヨナラのね、起きた10回もね、欲しい場面で追い込まれてから、センターへタイムリーヒット、素晴らしいバッティングでした。
さらに、ね、10回なんかね、追い込まれてからちょっとどうなるかっていうところで、まあ、ストレートをね逆らわずにセンター打ってすごくねいいバッティングでした。これで多分ね得点圏打率もまだ1位キープっていうことになると思うので、本当にいい働きしてくれてると思います。来週からも頑張ってもらいましょう。で最後盤石な勝ちパターンということで、見事無失点で抑えてサヨナラ勝ちを呼び込むことということでね、今日も、島内投手、中崎投手、栗林投手というね、勝ちパターン3人登板してます。この3人がね、まあ、無失点で抑えてくれたということで、まあ、延長勝利あったのかなと思いますのでね、本当にナイスピッチングでした。で、栗林投手はね、ちょっと調子悪かったのかなと思うんですけど、まあ、なんとかしのいだというところで、まあ、そこら辺はさすがかなと思います。ちょっと栗林投手にとってはついてはね、まあ、後ほど詳細にも、述べたいと思います。で、投手データ確認します。まず先発の玉村投手ですが、今日、平均は140キロ、マックスは145キロでした。はい。で、まあ、球種割合見ますと、ストレート 42%、スライダー 26% ということで、まあ、ストレート中心のピッチングです。前回はね、7回、被安打7、2失点に抑えた巨人戦でしたが、この日は、まあ、スライダーの割合が多かったというとこなんですけど、今日はもうね、ストレートで中心に行くというピッチングでした。で、今日ね、まあ、本当によく安定していたかなと思います。で、まあ、キーになったのは、このスライダーですかね。スライダーが、まあ、ストライク取れますし、空振りも取れるということで、まあ、ヒットも打たれてないですしね、このスライダーがあって、ストレートが生きたのかなと思っています。はい。というわけで、まあ、ちょっとまとめますとね、まあ、今日はね、本当テンポよく投げ込んで試合作ってくれたなと思います。で、スライダーを効果的に使って抑えていました。まあ、左にとっては逃げる球で、右打者にとってはね、インコースに食い込むようなスライダーになっていて、非常に打ちにくそうな球になっていました。で、まあ、今日はね、打順の関係上、まあ、チャンスで、ランナー1、2塁で、玉村選手に回ったというところで、まあ、そこでね、代打を送られて、マウンドを降りることになったんですけど、まだまだね、球数も65球なので、全然いけそうですね。被安打も3本ということで、まあ、失点2だと思うので、本当に今日はナイスピッチングでした。4月7日以来のね、2週間ぶりのピッチングで調整も難しかったと思いますが、本当に今日は、役割果たしてくれました。次回のね、登板も期待しましょう。はい。では続いて、ちょっと中継ぎ投手も、今日は見ていきたいと思います。まず9回の栗林投手。先ほどね、ちょっと調子が悪いというふうに伝えたんですけど、まずね、平均球速が149キロ。で、マックス150キロと。まあ、ちょっとね、あまり走ってなかったかなという印象ではあります。はい。で、まあ、ちょっとね、このボールを見ていただきたいんですが、今日ね、このね、ストレート、特にストレートでね、ストライク取れませんでしたね。はい。で、ボール先行のピッチング、で、フォアボールも2個ぐらい与えて、ピンチになっていましたので、ちょっと今日はね、苦しいというような投球になってました。まあ、でもね、最後はもうストレートをあんまり投げずに、楠本選手に対してはもうフォーク多投して、最後フォークでボンダ打たせるというようなピッチングになっていたので、まあ、こういうね、調子が悪い中でも最後フォークたとえしのげるっていうのは本当に、でかいと思います。やっぱりね、シーズン1年通してずっと調子がいいっていうピッチャーいないので、こういう苦しい中でもちゃんと無失点に抑えるということができるのがやっぱりね、あっぱれ守護神といったところなので、まあ、次回登板もね、安心して見ていいんじゃないかなと思います。続いて堀江投手。残念ながらね、10回、牧選手にホームラン打たれたんですけど、まあ、平均球速151キロ、マックス153キロというふうに、まあ、球速も出ていましたし、まあ、そこまで悪い内容じゃなかったかなと思います。はい、まあ、ストライク先行のピッチングができていましてね、今日は。まあ、最後の大和選手とか関根選手には粘られていたんですけど、まあ、そこでね、フォアボール出したりせずに、大和選手なんかは全部ストライクで勝負していたので、本当にいいピッチングだと思います。で、まあ、やっぱりスライダーもね、空振り取れるいい球ですし、まあ、ちょっとね、このまっすぐで空振り取れないっていうのが一つ気になる点ではあるんですけど、まあ、こうやってファール取れたり、ストライク取れて、カウント取れてるので、まあ、このストレートでカウント整えて、スライダーチェンジアップで、勝負決めるっていうピッチングになってくると思います。で、まあね、ストレート152キロホームランにされてますが、あれはもう牧選手がうまかったというところで、またね、次回リベンジしてほしいと思います。はい、牧選手に打たれますが、もうストライク先行で今日悪くない内容だったと思うので、まあ次回はね、もうリベンジしてほしいと思います。太田選手とね、佐野選手は抑えていたので、はい、次回牧選手にリベンジしてもらいましょう。じゃあ最後に次のカープの試合です。カープは26日、ヤクルト戦があります。マツダスタジアムです。予想の先発になりますが、まあ、栗投手とサイスニード投手になるんじゃないかなと思います。2週間前とね、同じ、組み合わせですね。はい。まあ、前回はね、この両投手好投で、まあ、ヤクルトが勝つという試合だったんですけど、今回ね、やり返してほしいと思います。で、地元でこのまま連勝を伸ばせるかということで、まあ、週の前半はね、巨人に3立てされたんですけど、松田に戻って横浜に3立てできました。もともとね、連勝を伸ばして、巨人になんとか食らいついていきたいと思います。で、昨日からね、1番、堂林選手、2番、菊池選手、3番、西川選手、4番、マクブルーム選手、5番、坂倉選手といったね、新しい上位打線が本当にいい感じで機能していると思うので、まあ、あんまり
いじらないと思います。なので、この上位打線期待したいと思います。で、ホームランも出始めているということで、まあ、昨日は西川選手、今日は西川選手で、昨日は堂林選手というふうにね、ホームランも出始めているので、まあ、またね、ホームラン出てくるんじゃないかなと思います。期待しています。で、カード頭の栗投手にも期待ということで、まあ、前回はね、残念ながら負け投手になったんですけど、防御率 2.10 と安定しているので、まあ、なんとか栗投手を抑えてもらって、ヤクルト、初戦取ってもらいたいと思います。さあ、期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。いい形で3立てできたので、来週も連勝伸ばしていきたいと思います。また今日は観戦配信ライブご覧いただいた方ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは来週のカープの勝利祈りまして、ガツガツガツカープ頑張れ。